一躍有名になったんですね。そうそう、その時の名残として今日も見てください。こんなライフル積んではいますが、まあもちろん今ではサメなんて出てこない。ご安心ください。今日もこいつのごめんなさい。どうしたアルティスリーボトルしたえ、いやいやいや、アフィティスリーそう、アミティシックスの本編、今のこちらを受信した、君たちの船のすぐ近くからだ。近く？途中のアミティ3からの遭難信号らしい。遭難信号？この付近を捜索してくれ。はい？こちらはブロディ所長に連絡を取る。はいはい。お騒がせしてごめんなさい。我々は通常のアミティ3本編、アミティ3沈没してる。場所は東大の近く。そうだな。ごめんなさい、下手くそで外しちゃった。今からボートハウスに避難します。ここで助けを待ちましょう。アミティシックスボートハウスに避難します。至急救助お願いします。今あいつだ。嘘だろ、ギアが入らない。早く逃げないと。あと10分で到着。バカ野郎、それじゃみんなサメの餌になっちゃう。仕方ない、ここで決着をつけましょう。皆さん、サメを探して私が落ちます。重ね下手くそでごめんなさい。間違えてガソリンポンプにしちゃった。1か8か続きます。しっかり座って。カメラおしまいください。カメラおしまいください。サメを刺激してしまいます。あ、よかった。助かった。そうだ、皆さん、船着き場で降りましょう。陸に上がればもう大丈夫。あ、でも左側のあれ、高圧電流ケーブル、絶対触らないで。触るとビリビリの黒焦げで、またあいつだ。そうだ、皆さん、私にいい考えがあります。今度こそ任せて、ケーブルを使いましょう。さあ来い、さあ来い、ボールパス。見てください、皆さん。黒の技術やりました。皆さん、もう外した。こちらモディ所長、全員無事です。なんとかサメやっつけました。ありがとうございます。ここまで帰ってくることができたらもう勇気ある皆さんのおかげです。本当にありがとう。無事船着き場まで帰ってくることができました。それにしてはまさかサメが出てくるとはね。あ